はい、で今日は普通に僕家にいるんですけど、で今日やりたいことは前コストコで買った冷麺食べていきたいなと思うんですけど、ですごいよ、なんていうの、その今日用意したもの結構あって今から紹介してるんですけど、前回になんかなんていうの、結構前じゃないんですけど、最近に牛タン食べる動画出したじゃないですか。なんかそこの牛タン食べる動画、その食べ終わった後は全然大丈夫だったんですけど、なんかね、編集してる途中からなんか食べたくなってきちゃって、もうすごいびっくりするくらい食べたくなってきちゃって、ほぼ中毒みたいな感じ、ちょっと欲してたので牛タンを、今日は牛タンをプラスして冷麺を食べていきたいと思います。ということでコストコの冷麺なんですけど、でなんかコストコの冷麺こんな感じ、前も紹介したんですけど、本格冷麺っていうことで、見てこれめっちゃ美味しそうじゃない、この見た目。なんか本物みたい、本格って書いてあるだけに、そこら辺のスーパーで売ってる冷麺じゃなくて、ちょっと本当に冷麺みたいな、ちょっと何言ってるか分かんないんですけど、なんか言いたいことはちょっと伝わってると思うんですけど、次に用意したのはこれ。冷麺食べるって言ってやっぱキムチ必要かな、キムチ別にな必要かなと思ったんですけど、なんか他になかったんでキムチ用意しましたね。このこれイケメンじゃなくてちょっと僕好みの顔じゃないんですけど、今日はこれ使っていきたいと思います。メインの卵ですね、卵、ゆで卵っていうことで、いつも半熟卵ポンみたいなやつ使ってるんですけど、今日はで最後にこのアメリカ産牛タン、アメリカ産、これアメリカ産なくせにこれ1000円ぐらいしたんだけど、めっちゃ高くない、これ。いや高かったんでちょっとね、なんかスーパーのなんて今日はこれだけ用意したので、今日はこれ食べていきたいと思います。ということで、とりあえずはい、行ってきます。ということで今から早速調理していくんですけど、なんかね、その見といてつくんだろうね、これ調理方法見てないんですけど、どんなやつか。鍋にたっぷりね水入れて、水を入れていきたいと思います。水をどっちだろうかな、取ってた？僕全然準備良くないんで、なんていうの、お水沸かしてないんですけど、まだ、ちょ待って、何これ。水ちょっと沸かしていきたいと思います、今から。なんだろうね、なんか、熱いの、ここ、熱いの、熱い。っていうことで、今こうやって、ちょ待って、取れてるこれ。取れてる、取れてる。こうやって今お湯沸かしてるんですけど、待ち時間が長い。なんか、すごい、電車みたい。何しよう。何しよう。ちょっと遊んでくるね、じゃあ。冷麺の中身紹介しよう、商品紹介みたいな、ヒカキンさんみたいにこんな感じであるんですけど、このね質感がすごい、袋の見てこれ、絶対美味しいやつじゃん。なんか前に冷麺食べたことあるんですけど、美味しいやつ、なんか何これ、バネ頑丈なんですけど、これすごい、くさ、なんか緑なんだけどスープが、どういうこと。ちょっと最近僕健康志向なんで、3袋で許してくださいっていうことで、3袋でやっていきたいと思います。3袋めっちゃ強烈、すごい耳をかいて、これ強化版のスルメみたいな匂いがする。こんな感じでやっと準備できてきたんで、お湯のやっていくんですけど、またくさ、見て、でこれ入れていいんだよね、釣りで使うような虫ちゃんみたいな感じ、すごい美味しそう。っていうことで、取れてる、これ取れてるね、なんか心配になってきたんだけどえ、見て、麺の原型がないんだけど、これちょっと待って、合ってんのかな、ちょっと待って、見てこれ水でなんか締めていく感じかな、多分次は、よいしょよいしょよいしょ、あちょっと時間かかりすぎてるんで、こうやってこっちで麺作って、こっちで牛タン焼いていきたいと思うんですけど、ささっとなんか今日は早めにしてみたいな感じで、今日はささっとやっていきたいと思います。はい、で次に麺ですね、麺えのきだけみたいになったな、これお尻みたいになってるんだけど、模様が見てな、お尻のあっちょ、焼いた牛タンをちょっと入れていきたいと思います。こっちに、溶けてんじゃん氷も、あペンター、見て割れてる、っていうことでこんな感じで作ったので、やばくないこれ、めっちゃ美味しそう、やばいよねこれ、めっちゃ美味しそう。っていうことで、とりあえずこれ食べていきたいと思いまして、とりあえず、行ってきます。っていうことで、はい、こんな感じで作ってきたので、すごくない、こんな感じ、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ、うん、あら美味しい、ちょ何してんの、ちょ美味しそうじゃん、やばくないこれ、めっちゃ美味しそうなんだけど、ほら牛タンたくさん入ってるんですけど、痛い、手が痛い、ちょっとこれ早速いただいていきたいと思います。もうね、匂いがね全然いい匂いしないの、なんか匂いもしない、匂いすらしない、いただきます。すんだね、美味しいね、美味しい、なんかタンスみたい、すごい、なんていうの、その美味しいタンスっていうの、わかんない、もう一回
美味しい。ちょっと待って、なんかね、パンチがない冷麺みたいな。はい、そんなに味濃くないんですけど、酸っぱいも強くないんですけど、ちょっと牛タン食べてね。これやばくない？めっちゃ美味しそうじゃない？見て、顔隠れた顔が隠れちゃったっていうことで、イケメンっすね。はい、やっぱ美味しい。チームして食べてるよ。全然合わない。なんかね、すごい、なんか冷麺からすごい、なんていうの、味しか今味わってないんですけど、歴史を感じる。すごい、なんていうの、その強くたくましく生きてきたんだろうなっていうような味がしますね。はい、冗談抜きで、なんかすごいね、卵はキムチ合うと思う、絶対。こんな感じで卵キムチ今日のメインなんですけど、おいしい、めちゃめちゃおいしい。ちょっと待って、これ真似してほしい。半熟卵みたいなやつと、キムチ、めっちゃ美味しいから。なんか味気足りないんだよね、この麺。スーパーに売ってたコーラちゃんと買ったんですけど。美味しい。牛タンやっぱこっちだね、このタレ。普通になんか冷麺と混ぜない方が絶対美味しいですね、これは。なんか焼き方が、またご飯と一緒に食べた方が美味しい。いただきまーす。うん、うん、やっぱこれめっちゃ美味しい。卵、なんか本格冷麺って書いてあったんですけど、僕が韓国で食べた冷麺ってもうなんかゴムみたいな硬かったんですけど、普通のラーメンより柔らかいレベルで、めっちゃ柔らかい。どうしちゃったのっていう感じ。やっぱ牛タンが美味しいな、一番。でもコストコのやつよりちょっとね、これ固め。うん、薄いくせに、でめっちゃ硬い。なんていうの、硬い、すげえ硬いなんかすごい歯ごたえがあるって言えばいいのかな。なんかいい硬さ、いい感じの硬さ。どんな味かっていうと、甘くて、古臭くて、押し入れっぽくて、甘くて、めっちゃ美味しい。なんか美味しいんだけど、美味しいんですけど、なんていうの、その、なんかすごい古臭い味がする。なんていうの、なんか、タンスみたいな。はい。柔らかさ的に、歯の食感的に、そうめんみたいなやつよ、これ。キムチと食べるとめちゃめちゃ美味しい。やばい。もうなんか、最強の二人みたいな。はい。牛タン、なんていうの、その、コストコで買っちゃったがために、すごいね、なんか、中毒になってるかもしれない。なんか、めっちゃ美味しい。やばい。キムチ美味しいね、このキムチ。やばくない？なんか甘くて、めっちゃ腹いっぱいなんだけど、やばい。めっちゃ腹いっぱい。なんか柔らかくしてくれてるのかなみたいな。喉に詰まらないように。うん。もう噛んでないもん。うん。ご飯食べさ、牛タンはどんな感じかっていうと、おいへぇ、待って、これかけてみよう。ちょっと待って、ちょっとだけ、ちょっとだけ麺まで美味しくなってる。あ、麺食べてない冷麺ってなんかいつもよりお腹いっぱいになるよね。なんかガムみたいな。はい、うん、飲んだ？フラインゲップみたい。なんかこの冷麺どんな、なんか全体的にどんな感じかっていうと、なんか、このタレが、もうなんか、すごい、なんていうの？救急車、なんていうの？消防車みたいな。はい。ちょっと待って、夢？僕の夢？僕の夢叶えてるんですけど、もう一回叶えるっていうことで、ディズニーランドみたいに、4枚重ね。うわ、うん、もうめっちゃお腹いっぱい今。やばい、食べ終わった。やばい、見て、食べ終わった。めっちゃお腹いっぱい。やばい。
もう本当にお腹いっぱいなんで、ちょっとやばいですね、これ。なんか手めっちゃベタベタするし、口の周りもめっちゃベタベタするんですけど、めっちゃ綺麗だと思うのに、なんかすげえベタベタするんで、とりあえずちょっと休憩しまーす。ということで、さっきね、触ったんですけど、ちょっと疲れて、美味しかったんですけど、すごい疲れて、1時間くらいちょっと、寝っ転がってたんですけど、なんかすげえ眠いですねっていうことで、さっきのやつ、ちょっととても美味しいので、よかったら、試してみてください。なんかね、前食べたやつの美味しかったかもしれないっていうことで、よかったらインスタグラム、ツイッターフォローしてくれてすごい嬉しいですということで、もうなんもないので、終わりたいと思いまーす。